まあ、オーディションだったんですけど、はいはい、っていうその王子様っていうのはみんなオーディションなんですけど、はいはいはい、で、まあ、たまたま、まあ、受けるきっかけがあって、はい、そしたらこう撮っていただいてというか、まあ、受かってオーディションに受かって、はい、からスタートですね、僕のだから舞台自体は、はいはい、確かにそうですね、その時は 2.5 次元って言ってなかったですしね、今思えば、はいはい、もう今はもう普通に 2.5 って何でもかんでも言ってますけど、うん、原作もののミュージカルっていう感じです、はいはい、あ、なるほど、ネクラな役というか、すごいあのイブシンジっていう役だったんですけど、はいはい、すごい暗めの役で、セリフとかもボソボソボソって喋るような役だったんですけど、はい、なんかその世界を知らないで、あの僕もオーディションに受けてたので、なんかなんだろう、そう、自信のなさとかも逆にその役とリンクしたのかなみたいなとかあって、もしかしたらあの受かったのかなって思うんですけど、うんうん、2.5 次元っていう名前がそういえばついたのが本当に最近というかあれじゃないですか。だから自分も別に 2.5 次元だっていう意識がなくやってきてたので、なんかそういう壁というかそういう分け方は自分の中で本当に一切なくて、まあ、ただまあ原作の絵とかは細かく参考資料としてあるのが、まあ、2.5 次元の作品だなっていうぐらいな感覚なんですよ。なんかそのキャラクターとか人間性 の根本とか根底に流れてるものさえ自分の中で把握できたら、あとはいくらでも飛躍できるんじゃないかなっていうのが結構自分の考えなので、演劇的なものとその原作もののこう融合っていう意味では、あの弱虫ペダルっていう作品はすごくあの新鮮でしたし、なんかそれこそ二次元が飛躍したなっていう感じる作品でしたね。そのキャラクターを演じてるっていうのと役者としてこう懸命に必死に考えたりして生きてる、向き合ってるっていうのがこうなんか面白いバランスでリンクするっていうか、ヨハシペダルってあのコロードレースの作品なんですけど、それをこう舞台で表現するってなると本当の自転車使うわけにはいかないからっていうので、はいはいはい、まあ、ハンドルだけを持って体足踏みをひたすらして、はいはい、こうレースをするんですけど、はいはい、そのなんだろう、演劇的な演出が、まあ、やっぱすごく肉体使うんですけど、はいはい、で汗もダラダラで、でも言ったら鼻水やらもういろんなものがもう吹き出てくるんですけど、もう必死なんでこっちも、でそんな状態でやっぱセリフを言うっていうのは、実際のロードレースも多分そういう状況だろうしっていう、そのリアリティとなんかその二次元なんだろう、そのバランスっていうのがなんか役者としてすごく面白くて、なんかキャラクターの枠を超えたっていうか瞬間をただ感じる作品だった。